TV。 こんにちは、皆さんこんにちは。お元気ですか？今ね、新大久保なんですけど、暑い、とにかく暑い。もうね、今朝のまだ11時なんですけど、気温も何度だろう、30何5度ぐらいいってるかな。とにかく暑いです。皆さんこの暑さ大丈夫ですか？私もちょっとね、夏バテ気味なんですね。なのでね、今日はちょっとね、もうすぐね、ポンナル韓国のサムゲタンを食べる日が近づいていますので、ちょっと早いんですけれども、先にねサムゲタンを食べて元気づけたいと思います。で、今日行くお店はね、初めて伺うお店なんですけれども、おかずの種類も多くて、あとサムゲタンもね、ちょっと有名だっていうことなのでね、楽しみに行っていきたいと思います。今ね、ここ分かります？公園のところからずっと来て、スマイルカフェのところに来てるんですけど、スマイルカフェなくなってる、黒くなってる分かります？黒くなってる。次何のお店ができるんだろう。ここ何でしょうね、場所がいまいちなのかな。そんなことないと思うんですけど、よくねお店変わりますよね。ジェジュンのお店からカッペギのスマイルカフェに変わって、またね今違うお店に変わろうとしてますね。ちょっとまあね、いろいろと変わるのはこちらの方としては楽しみではあるんですけれども、ではね、ちょっとここの道を歩いてお店に向かいたいと思います。ではガチャー。歩いてる人ね、みんな暑い暑い言いながらね、本当歩いています。もうそりゃそうですよね。ちょっともう本当今日死んじゃうぐらい暑いですよね。あ、おいしそう。ここに新しいデザートが増えてます。おいしそうですね。下からもね、この何だろう、熱もじりじりと来ていて、今日傘差しながら歩いてるんですけども、何だろう、日はねちょっと遮られてるんですけど、この下からの熱と、あと日傘を通してのこの熱で、すごい今状態。早くお店つかないかな。そろそろねヤンバンさんがこう見えてくるんですけど、ヤンバンさんの2階になるんですね。なのでもう少しです。今日はね、朝ごはんをちょっとだけコーンフレークを食べて、あまりにも空腹でね外出ちゃうと本当倒れても良くないので、というか私1回もね、なんだっけ、暑すぎて言葉が忘れた、熱中症、軽い熱中症になってるんですよ。なので娘にもね、本当に気をつけなさいって言われてるので、あんまり無理しないようにちょっと出かける時は気をつけたいと思います。あ、そうこう話してるうちにヤンバンさんに着いたので、2階のお店になります。ここがシンソンソドロンタンさんで、でヤンバンさんで、でこのヤンバンさんのこの2階になりますね。ここカンナムって書いてあります。カンナムさん、ここから入っていきます。よいしょ、日傘を畳んで行くぞ。ピンクのケグリちゃんがお出迎え。で、2階って書いてある。まあ階段でいいかな。ここね、漢方カフェだとか、あるベクースコ。でこれはね、2年前から3年前なので、今日はね、ランチの、今日はランチで、タッカンマリじゃない。なんだっけ、サムゲタン食べたいと思います。まあ、暑すぎて全然頭が回っていません。よいしょ、あ、よいしょ、決まります。
そうだ。あ、もう今日です。チュンマ TV。